雲が竜のような形で空に浮かんでいたら、それは竜神様が近くに来ているっていうサインです。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる、始まります。さて、3月11日は、辰の日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、3月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。でね、今回は初めて辰の日を入れました。辰の日っていうのは、龍の日のことなんです。で、この日は金パワーがみなぎっていて、ここずっとね、結構長い間、辰の日の研究をしていたんです。で、やっぱりね、辰の日ってパワーがあるんですよ。特に龍神様のパワーをいただけるので、辰の日の金運パワーをいただいて、みんなで金運の上昇気流に乗ることができるのが辰の日なんです。そして来年は辰年になりますから、このうさぎ年に動いた人こそ来年の上昇気流に乗れるので、その準備を今からやっていきましょうね。ということで、今回から辰の日を入れました。金運の上昇気流に乗る辰の日には、夢を叶えたい人、仕事運を高めたい人、繁栄させたい人、起業したいっていう人、そして口座開設や貯金をする、財を貯める、投資をする、商売繁盛といったお金にまつわることも、辰の日のアクションで龍神様のご加護が得られますからね。龍神様は昇龍のように運気や金を上昇させていきます。で、龍神様を味方につけたい人は、特に辰の日に行うといいです。そうするとお金とのご縁が強くなりますからね。そんな辰の日にお金の上昇気流に乗るために、今回はやったらいい開運アクションを6つお伝えしますが、最初の3つはこの日にやったらいい定番の開運アクションで、後半はこの日にやるといいことをお伝えしたいと思います。まずこの日にやったらいい定番の開運アクション、一つ目は開運フード。この日は旬のものを取るといいです。で、最初に金アップフードは菜の花。菜の花にはちょっとした苦味があるんですが、その苦味は体の中の邪気を排出してくれる効果があって、体の中から邪気を追い出すことで金運が上がっていきますからね。また旬の食べ物にはエネルギーがたくさん含まれているので、金を引き寄せるモチベーションも上げてくれます。そしてキョンアップフードはブリ。ブリは出世魚でもあり、開運魚とも言われているんです。なので、食べると今後の未来の見通しを良くしてくれるので、強運をアップさせていくことができますからね。また大きな海を泳いでいるブリには、海のエネルギーもたくさん含まれているので、元気な体で自ら動いて強運を上げるパワーももらうことができます。そしてラブアップフードはイチゴ。イチゴには愛情や好意といった意味があるので、新しい出会いを引き寄せたり、ラブ運をアップさせてくれる効果があります。またイチゴの赤い色に情熱や積極性、そして行動力も与えてもらえるので、気になるお相手やパートナーに積極的に愛情を伝えたいときにぴったりな食材です。そして2つ目のアクションは、開運日には欠かせない定番の金アップ掃除。この日は辰の日で、水とご縁がある龍神様ですから、水回りが大切です。特に水が溜まっているところが汚れているとお金が入らなくなるので、水が溜まる場所、この日はお風呂を掃除するといいです。水が溜まる場所って汚れが落ちにくかったりする場所なので、日頃から水に濡れてそのままにしておくとか、汚れた水を溜めておくというのも運気ダウンにつながってしまうんです。お風呂場は自分の厄を落とす場所でもあるので、厄がついたままにならないように、お風呂場は排水口の水が流れやすくなるように掃除をすると、お金の流れも良くなって気運も上がっていきますからね。そしてこの日にやったらいい3つ目の定番の開運アクションは神社参拝。この日は龍神様が祀られている神社やお寺に参拝するといいです。で、3月11日は発達といって、毎月最初の辰の日のことを言います。
発達参りは関西にある住吉大社が有名で、これは商売繁盛や繁栄を祈るお参りですが、他の神社でも辰の日詣をしている神社もあります。またこの日は機運のエネルギーも高い日なので、機運アップの神社や自分の行きたい神社、お寺に参拝するといいです。この辰の日は御神水を飲むとパワーアップしますからね。御神水は神社の神域から湧き出た神聖なお水で、神様のエネルギーを直接自分の体に取り入れることができるお水です。また神様のエネルギーを取り込むだけではなく、邪気も流してくれるので浄化にとっても効果があります。ただ御神水は生水なので、飲んで OK かどうかはその神社によって張り紙がしてあったり注意書きがしてあったりするので、それだけは注意してみてください。そしてこの日は神社で宣言すると龍神様が神様に願いを届けてくれます。なので自分の願いを叶えるための宣言と一緒に日頃の感謝も伝えるといいです。この日の日番、この方角に行くといいよっていう方角をここに載せてますから見といてね。そしてこの日にやるといい4つ目の開アクションは、盛塩を置く。お気に入りのお皿にあら塩を持って玄関や部屋の四隅に置くといいですね。玄関は四隅じゃなくて入り口のところに2箇所、もしくは1箇所置くといいですね。盛塩のパワーで部屋の中に結界ができて、家や部屋の内側に邪気が入ってこなくなるんです。やり方は簡単で、部屋の四隅に白い紙やお皿を置いて盛塩をします。この時塩がこぼれてしまいそうな時は紙に包んでおいてもいいですからね。塩にはものすごいパワーがあるので空間の浄化にもなります。空間が浄化され邪気が入ってこなくなることで運気が上がって気運も上昇していきますからね。そしてこの日にやるといい5つ目の開アクションは、龍神雲を見た人はラッキーサインです。雲が龍のような形で空に浮かんでいたら、それは龍神様が近くに来ているっていうサインです。龍は目に見えない生き物ですが、雲に自分の姿を現せて自らの存在を知らせてくれるんです。でね、龍は雲の形に自分を映し出していて、その龍神雲を見ることができたら、龍神様が自分のそばにやってきてくれて、自分が望む人生を歩いていけるように応援してくれます。もしこの日龍神雲を見たら、姿を現してくれた龍神様に心の中で感謝を伝えるといいです。そして龍神雲を見たら、ここからどんどん運気が上がってお金の上昇気流に乗ることができますからね。そしてこの日にやるといい6つ目のカーアクションは、海に行くです。この日のラッキースポットは海です。海の持っているエネルギーは癒しの効果があって、また海は浄化のパワーも強いので、潮風に当たるだけでも身も心も浄化することができますからね。海を見て気持ちが落ち着くと直感を受け取りやすくなるので、様々な気づきがあったり、いいアイデアも浮かんできたり、運気や機運上昇につながっていきますからね。そしてこの日のラッキーカラーは黒です。黒を身につけると自分の中にある意志の強さを発揮することができます。なので自分の意見をしっかりと発言して、誰の意見にも流されないというパワーで自分を守ってくれる色になるんです。で、ファッションや持ち物にこの日は黒を取り入れると、地に足のついた落ち着いた自分でいることができるので、この日は黒を取り入れてみるとパワーをチャージできますからね。またね、朗報です。この日はこの2時間朝の9時から11時の間がさらに強力に働くラッキーパワー時間で、お金に関するアクションをするといいことが続けて起きたり、試験を受ける方は合格に導いてくれたり、収入アップにつながっていく時間になるんです。できたらこの時間に何でもいいので、開運フードを食べるとかね、キュンアップ掃除をするとか、仕事のスキルアップの勉強なんかをしてみるのもいいです。というこの日は龍神のパワーやキュンパワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとしてどこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。
なので自分の心地よさを意識して大事にすることも快楽症の一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それでは辰の日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く息をつますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。臨時収入70万円ありましたという方、ついに私の番が来ました。今日思いがけずキャンペーンに当たっていたようで商品券3万円が届きましたという方、臨時収入10万円入りました、私の番来ましたねという方、のりこさんの YouTube を拝見していたら商品券もらいました、私の番って思っているのって本当に大事ですねっていう方、毎回みんな臨時収入がわんさかあってすごいなって見てたんですけど、自分もまさかの臨時収入がありました、すごいという方、ついに私のところにも臨時収入が入ってきました。のりこさんの言われている通り、次は私の番と思っているとそうなるんだなと実感しました。本当にありがとうございます。これからも教えいただく開運書を続けていきますという方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。一つお願いがあります。大剣団と予祝がわからなくなってしまい、予祝の時は予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとうね。いつもみんなからパワーをもらってます。でね、今日はお知らせがあります。いつもねとっても大人気でリピーターの方も本当に多いキャンペーンなんですけど、宇宙元旦キャンペーンが先日から始まりました。今回もプレゼント付きにはウィッシュデトックスシリーズの新商品の超高級図工をプレゼントします。図工ケース付きです。図工は瞬時に邪気払いができるんですよ。図工って持ち歩けて火を使わないお香なんですけど、肌につけるお香になるんですね。質と香りにこだわって作っています。そしてもう一つはデトックスシリーズのホワイトセージバンドルとアワロンシェルをプレゼントします。超強力な邪気払いができるセットになりますが、ホワイトセージは強力なデトックスで、この動画でもよく伝えていますよね。アバロンシェルは神秘なパワーがあって、シェル、まあ貝なんですけど、パワーストーンと呼ばれています。このアバロンシェルは一般で売られているよりもちょっと大きめです。その他もあるんですけど、興味があったら見てみてくださいね。無理しなくて大丈夫ですから。じゃあね。